どう、あとはその人の良さをこう感じてチャタをしていくかだけですね。癖のありそうこなこのと人こばっずっかとり。そうですね。もう大体の基本は基本であるんですよ。ライトにしろ何しろ。だからあとはもうその人もすごいこう見ていくっていうことでしかない。風景でも同じですけどね。もう見るしかないですよね。写真って隅々まで風景の場合は。これシナンロケッツのこれシーナは最後の写真になりましたね。一個下のそうね。それでこの家族は3人娘さんがいて、1人はモデルさんやってたりパリコレ出たりとか、最初のこう上の写真撮ってる頃に最初生まれたのかな、それまだちっちゃくて、スタジオで、ね、旅行ジャケットの写真撮りこれて連れてきてたんですよ。それでメイキャップの部屋で自分でこう口紅で子供がよくやるようにもうはみ出して、でそういう写真撮ったり、なんか本業の目的忘れてそういうの撮るの好きなんですよ。だいたいそういうの撮ることがありますね。次どうぞ。これ一番新しいですね。そうですね。すごい。エンターテインメントのリプリーズ。これリプリーズって使い方が昔のアナログアルバムの、ちょっと遊んだんですけど、これ寺山さんと T-Rex が。で、まあこれも本当に寺山さんの一連なんですけど、まあ、特にこの、寺山さんがボクシングのリングの上に、まあ明日のジョー先生がやってて、松木さんならではなんですけど、これは本当に亡くなった九条映子さんが恵比寿の展覧会に来てくれて、本当にこの写真見て焼いてほしいって言ったぐらい、やっぱり僕も寺山修司の写真の中ではこんなに寺山修司の本質が出てるいい写真はボクシング好きでしないたもんと思う。ね、明日の情報。葬式までやりましたもんね。で、あとは